ちは、埼玉で活動しています RWS エルミュージック代表の森影周平です。今回ご紹介させてもらうのは、アキュートアングルという、フェイントの方になります。こちらのフェイントは、ライン際、もしくは、相手陣地のコーナー、コーナーフラッグ付近などで、すごく使えるフェイントですので、ぜひこの技も練習して試合でチャレンジしてみてください。まず1,2とここで足をついてください。そして軸足を先に動かします。で、この後右足でボールをインサイドで蹴るんですが、蹴る場所がここに対してこう前に蹴ってこう触るんではなくて、相手は前にいるので足を出されてしまいます。今のコースだと。なので必ず左足のこのギリギリを通す感じですにボールを通すと、相手はこっち側に動くので、それをそのまま触る感じです。ボール右足の触り方ですね。ボールを蹴るんではなくて、右足を下から上に上げる感じです。このように上げる感じです。そうするとボールが相手から見ると吸い付いているように見えます。下から上に右足を上げる感じで、このように触ってください。このフェイントなら多分小学生とか、中学生とかも試合でやったら多分かなり会場はもうわっと盛り上がると思うんで、そういう選手になれるようにぜひ練習してもらえればなと思います。今日もご視聴の方ありがとうございました。こちらにですね、チャンネルフォローボタンの方があります。ぜひ、チャンネルフォローの方よろしくお願いします。